ご帰宅でしたら、リンゼも、ヤシロの桜が、見頃でございます。そのように、お伝えすればよいのです。そのようにお伝えすればお疲れ様でございます、プロデューサー様。リンゼも失礼いたします。プロデューサー様は、もう。何をしているのでしょう、リンゼは。桜。桜、桜、リンゼを慰めてくれるのですか。リンゼは何をしているのでしょう。プロデューサー様、はい、プロデューサー様、ありがとうございます。その花はリンゼに付き添ってくれたのです。少々寂しいような心持ちでしたゆえ、きっと今は寂しくなどございません。今は、いえ、プロデューサー様は、はい、はい、プロデューサー様、いえ、桜のせいでございます。優しい桜の。はい、あの、はい。春が息をしているのでしょう。はい。花を咲かせ、散らせて、人の心をも、そのように、
プロデューサー様。はい。リンゼはリンゼ、あなた様をお慕いするものでございます。水槽は大きく、館内は薄青く。はい、お付き合いいただけないでしょうか。ジェラートはいつまでも溶けない。リンゼはこの日を、はい、どうぞお付き合いくださいませ、プロデューサー様。いえ、プロデューサー様、お召し物が。いえ、リンゼの知らないお姿でしたので。はい、新しく整えました。プロデューサー様。はい、ウミガメがお好きなのですか。いえ、ウミガメは涙を流すと言いますから、会ったら話をしてみましょう。心惹かれるものがたくさんございます。いえ、はい、リンゼはこの日を、はい、プロデューサー様、リンゼのことはお気になさいませんよう。この日を楽しみにしておりました。水槽は大きく、館内は薄青く。プロデューサー様。ジェラートはいつまでも溶けない。いえ、リンゼの勝手にお付き合いいただいて申し訳ございません。リンゼは下見を終えてから帰ります。プロデューサー様からメッセージが。Thank you.
プロデューサー様、リンゼが会ってまいります。どのように申し伝えましょう。今度。はい。また今度。プロデューサー様。プロデューサー様。リンゼの召し物を見ていてくださってすまんだなどと、入り口まででリンゼは胸がいっぱいでございました。プロデューサー様、プロデューサー様、プロデューサー様、バニラが甘いです。問題ないか。ジェラートを食べてしまうのが寂しい。それが問題でございます。プロデューサー様、冷たい、冷たい、冷たい心、冷たい、冷たい、冷たい手足、冷たい、冷たい、私は人形、窮屈な路地には人が行き交い、ひとときもその流れが止まることはない。私はどこから来たのだったか、どうして歩いているのか、だけれども私は歩く。どうやって、どこから、何のために、何のために、あの下駄の鼻緒が、ご親切、感謝いたします。ですが、あなた様のハンカチが、お返しに上がりますので、ご所在をお教えください。何のために歩くのか、きっと人を思ったのでしょう。
はい。申し訳ございません。冷たい、冷たい、冷たい心、人形よ、しばし、リンゼと歩みましょう。熱が、はい、きっと、リンゼが、リンゼが悪いのです。リンゼがお待ちしたりするから、ご無理を、プロデューサー様。リンゼの気持ちは、ご迷惑になる。はい。はい。はい。ありがとうございます、プロデューサー様。はい。よろしく、お願いいたします。そのようなこと。先日、無理に、お帰りを、お待ちし、プロデューサー様は、上着をお貸しくださって、それで、お風邪を。プロデューサー様。それでは、当てっこをいたしましょう。背中に文字を書きますゆえ。はい、今朝見かけました。リンゼは思い悩むことがございました。先ほどまでは愚かなことだったと恥じております。これほどのご心配を賜ること、リンゼの身に余ります。今、思い浮かぶのは、今朝方見た、美しき花の姿のみ。プロデューサー様。プロデューサー様。はい。プロデューサー様。必ず、必ず。はい。そこにあるようでいて、手で触れることは、できない。プロデューサー様。リンゼは
手の届かぬものを見上げて、見上げて。プロデューサー様、なんと、もったいない。はい、リンゼはもう迷いません。プロデューサー様。はい、リンゼが迷うとき、必ず道を照らしてくれるあなた様のお名前です。プロデューサー様のお心で思い悩んでいたことが解けました。プロデューサー様もお書きくださいませんか。何かリンゼの背に。リ、うん、ゼ。プロデューサー様、このように思い悩むことなど、もう決して。お疲れ様でございました。ざわざわ、ざわざわと、心騒がせる、春の風。何となく、君にまたるる心地して。プロデューサー様。はい、プロデューサー様は。はい、何となく。プロデューサー様。それは、お喜びいただけたなら、幸いです。プロデューサー様。それも、素敵な読みでございます。あなたが、待ってくれている。なんとなく、そのような気がして、たまらずに、飛び出してみると、鼻の煮つきが、出ていた、片恋のようにも見える、草紋の歌でございます。確かに、君が好きだと、読むこともできましょう。
ありがとうございます。言葉とは強いもの、思いはそれに乗って時を超えるのでしょう。リンゼはこの読み人の心、人ごととは思えません。では一緒に参りましょう。いえ、良いのです。そのような心地がして出てきたのですから。